ちは、こんばんは、ヒーローデビットです。タピスリーライフ始めていきましょう。しときましょう。優勝じゃないやつってなかったっけ。デイリーですね。そう、フレンドにプレゼントしてあげないとね。これなんだ、クエストがやってる。さあ、みんなで協力する魔獣撃退戦をやっていきましょうかね。というわけでやっていきましょうか。応援会に加入してくださいって、なんだろう応援会って。しました。これめっちゃ欲しかったんだ。資料って何だ。ハーセン。これなんて言うんだ、ハーセン見えないのか。まだ眠い？起こしてあげよっか。朝はカプチーノで優雅に決めるし。一発強化。ありがとう。この辺をあげます。もう一回全魔女に戻って、サルサ
しています。まあメインストーリー進めないとダメですよね。なんだったら、おはよう。一応先生の寝癖、猫の耳みたい。私が作った曲、あんたに届けるね。朝から先生と会えて嬉しいです。モノマネしてあげる。ごきげんよう先生様。おはよう先生くん。まだ眠い？さあ妹観察に出かけましょう。椿と親密度がアップした。ここだけの話、最近身長がとも、もっとだ、もっと私を目立たせろ。ギフト、ブラック、レコードを買う。レコードを買わなくちゃ。もう地味とは言いません。ということで、朝食はサンドイッチが好みだ。ルキフェルですね。松田美沙恵。我が心を満たす報酬。さあ行きましょう。どうするか。カード。カードまで来たのはいいけど、どう上げていいのかわからない。だがな、何のクエストがいいの？まあ、カードクエストだよな。参りましょうか。これはやっぱりやった方がいいのかな。デイリーで英雄に魔法仕掛けの人形劇。これなら勝負だ。いい反応だな。この報酬無駄にはしないぞ。早い。ワンターンでクリアした。無駄にはし、キャラクターごと挑戦開始2ってあるのか。ベストを尽くします。皆様、魔力供給お願いいたします。一緒に勝手に振るよ。これもワンターンでクリアです。十分やっぱり育成されたと言ってもいいでしょう。なんかもらえる金だ。
きましょう。お任せで。お任せください。なんか髪がピンクとか紫多いな。全員青とか黒が少ない。ね、やっぱりロゼッタ育てよう。ロゼッタがいないのちょっと寂しいな。共感の盾になるぞ。やった、これでも役に立てました。何がもらえる？順調に増えていきますね。そうでしょうね。知ってた。頑張ります。先生レベルを早く上げないと。ノブレスオブリージュ。久しぶりの登場です。ロゼッタ。貴族の誇りにかけて。マスコット銃。人の願いを叶えし。さあ同期同士の対決ですね。ようやく。お疲れ様でした先生。労働の対価いただきます。ハードクエストはとりあえず行ってみて、電話関数やりましたね。どうすりゃいいんだ。ノーマルモードをやらないとダメだな。これがメインの話になるので、行くしかないです。行ってみましょう。あ、そうなんでね。ちょっと待って、そうなんだね。ここですね。緊張してきました。行けるとこまでどんどん行っていきましょう。メインクエストはたっぷりいじめて差し上げます。ターゲットロック。失礼。人の願いを叶えしも邪魔よ。なんか攻撃も加熱を引きやめてますね。コンボ6コンボ7コンボ8コンボ。レッスンの精度を。隙だらけです。サポートをお願いします。なかなか強敵。残り1体。失礼。ミシャンシュレーニがお前倒してやる。本物アシュレイが攻撃。バルキサキュ、人ならざる者。希望の花を咲かせよう。健康一滴。なかなかしぶとい。もうちょっとだ。取り下げるわ。あ、上げるわ。オッケー。なんか下蹴りかな。メイドとして当然。この報酬無駄にはしないぞ。いろいろもらいましたが、テンポがいいですね。キャラにそんな思い入れなかったら、魔女試験解放ということになりまして、この事態なんとかしてほしいな。やるしかないもん。これですね。チーム編成が重要になります。ノーマルしか選べない。魔獣学で学んだ内容の試験を行うということは
これをクリアできないといけない。とりあえず行きましょう。待たせてください。バトル周回が大事ですね、このゲームは。普通に攻撃やったんやってことですね。貴族の役目を果たすときね。サポートをお願いします、先生。やっ、学生は勉強済みよ。これ一体レッスンの生徒を、あ、咲いてる。スキップできるんだ、これは便利。何これ、逃がしません。おっと、スローループかな。え、これってあれじゃん、完了。あくびが出るわ。レーザーブレードやん、かわいい。潮風に乗せてあんたに感謝を届けるわ。あんたに、いいですね。我が声に応えよ。みんなを守る、ね、連携が大事。ミッションコンプリートです。これで今月の家計簿も安心です。ラピライ星雲もやっぱりナンシス星雲みたいな連携が欲しいな。これってどこまで行くんだ。あ、ちょっと目が変わった。皆を守る剣になるぞ。めっちゃカットした、気持ち悪いな。これ何、いなんか止まっていってる。ダメージ食らうと減りますね。被害者のバリアみたいなものなのか。これ一体レッスンの生徒を、私たちの絆は、すごく嬉しいです。嫌な音が鳴ってるぞ。ティータイムですね。決勝負だ。ちょっと回復した。みんなを守れるなと。倒しました。もうおしまいなのですね。この報酬無駄には。最後まで行かないとダメってこと。この手に勝利を。
掃除もメイドの仕事ですからね。みんなを守れ。攻撃残り1体。レッスンの成果を。ヒーター送りが出るわ。ファイヤー！我が声に応えよう。いいですね、この畳みかけ。勝ちました。コンプリートです。この報酬無駄にはしないぞ。いる。準備はいい？たっぷりいじめて差し上げます。今度は海です。家族の役目を果たすときね。エピソードある。でかいな、真ん中のやつ。我は騎士の強さ。まず両側から倒していく方針か。レッスンの精度ティータインで叫ぶ。隣なるもの。リースマッシュ。残り1体。我が声に応えよ。ターゲットロック。もっと振るよ。おお、最後剣回復するやつなんだ、こいつ。それ以上に攻撃力が高い。隙だらけです。ピーター首が出るわ。倒しました。コンプリートです。この報酬無駄にはしない。どっかへです。おっと、ここで戦況は互角になってしまってると。遅れないでよ。編成を変えます。ちょっとだんだんと相手が強くなってますね。父のような英雄に任務開始だな。まあ、超えてるしな。そうそう、メンバーが協力になってる。クロをお願いします、お兄ちゃん。左から狙っています。ここでゼロになってしまった。レッスンのスピード。もうちょっとだ。いいですね。サポートしなさい。毒が与えられてます、耳のキャラに。なので当然集中して見られておりますが、残り1体どんどん絞ってます。あ、回復するんだよな。ちょっとひと言で減り始めてるが、ここで倒しました。これが私の騎士道だ。この報酬無駄。これってどこまで行かないといけないの。全部ですね、これきっと。戦うことも魔女の役目だ。こ
どんどん強くなってますからね。これで一体倒した。とどめだ。レッスンの成果を。完全にターゲットはロックされている。魔法仕掛けの人形劇を。残り一体。完璧した。当然標的が来るわけですから、ここから削っていきます。もうちょっとだ。倒しました。さもう最後までいっちゃうかな。あと3つかな。冷静にな。終わればいいんですけどね。皆様、魔力供給お願いいたします。勝負だ。サポートしなさい。くずき足。硬いな左の手が。倒すのに苦労しそう。苦しい。はい、と両断できてない。完璧したい。我は父の騎士者。オートだとこっちに強くなってるかな。でもね、レッスンの精度を。あ、やばいやばい、右やばい、ロゼッタやばい。もうちょっとだ。勝ってみせる。これも残り1回。貴族の役目を果たすときね。まだロゼッタ生きてる。みんなを守れるぞ。とどめだ。ロゼッタ残り50何になってしまったぞ。ロゼッタの強化いりますね。勝ちました。祝杯をあげましょう。が金だ。これってあと2つだよな。ちょっとロゼッタ強化してくる。やっぱりございます。先生、今日も一日お仕事頑張りましょう。この町のこと紹介しますね。朝食ならシリアルが好きですね。ありがとうございます。早起きはサンフロラの得ですよ先生。衣装はあります。衣装は3つか。さすが先生、なんか違う。センスがいいです。なんか違う。さすが先生、まだいいかな。センスがいいです。さすが先生、さすが先生、さすが先生。あ、いいな、これいいな。さすが先生、センスがいいです。さすが先生、センスがいいです。さすが先生、いいな。センスがいいです。これはこれが好きだな。さすが先生、センスがいいです。これはセンスがいいですわ。さすが先生、いい夢だな。センスがいいです。さすが先生、センスがいいです。これは無理か。魔法です。
いいですね。やっぱ青で、青は守りたい。統合しないと無理なのか。残念、元に戻ってしまいました。さすが先生、センスがいいです。さすが先生、眼鏡もあります。センスがいいです。さすが先生、センスがいいです。褒められてばっかりでちょっと怖いな。さすが先生、お、リュックもある。統合されないといけない。さすが先生、センスがいいです。さすが先生、センスがいいです。さすが先生、それなら他の服かな。まだいや、これは使わない。これは冗談で、ね、画家の服だけ欲しい。でこれで保存。あ、間違えた。何するんだったっけ。強化、衣装じゃない、強化をするんだ。昨晩はティアと一緒に眠ったんですよ。どこで強化するんだったっけ。不足してるんだよな。今レベルっていくつだったっけ。今日も一日お仕事頑張りましょう。朝食なら早起きはサンフロラの得ですよ。昨晩はティアと一緒に眠ったんですよ。どうやって育成するんだったっけ。魔女撃退する魔女試験いってみましょう。残り2つです。スピードが速い。頑張ります。ちょっとロゼッタがやばかったんだよね。早くロゼッタを強化させたい。お掃除もメインの仕事ですからね。獲得したあれか。ああ光よ、かの者に裁きよ。任務開始だな。スピードも速い、硬いように見えるけど、むしろスピードが速いのか。人ならざる者。もうちょっとだ。これで一体倒した。マスケット銃。最強なのか。皆様、魔力供給お願いいたします。我は人が作りし人の願いを叶えし者。 OK、 まず一本倒したね。なんかえらい楽じゃないか。この前を引き抜くと、あ、違うわ、これウェーブが2つあるから最初は楽なんだ。さあ、これが真の
敵対ボスです。デーモンクロー、もう一回再生したな。よし、行こう。誇りにかけて。頑張れ。サポートをお願いします。まさにプリキュアとか戦隊にあるような応援上映ですね。頑張れ。お姉ちゃん頑張れ。生徒頑張れ。あくびが出るわ。我は人が作りし者、人の願いを叶えし者。あそびあげるわ。我は人が作りし者、人の願いを叶えし者。頑張れってことで行きましょう。人形劇、みんなを守れる魔女。なんだこれ。聞いたいです、ね。たどりよ。みんなを守れる魔女は。任務開始だな。傷に誇りにかけて。もうちょっとだ。やりました。メイドとして当然。やった、すごく嬉しいです。応援上映、これで受け取り可能になりました。なんかね、騎士の願い、カード開花できるんですね。これをやるとロゼッタを開花させたい。中級もあるけど、まあ、ここか、ここで、ロゼッタを結構できるんだったっけ。この人はマッカードクエストか。ライブですね、いわゆる。たっぷりいじめて差し上げます。うまぴょいできるか、それ違うゲーム。終わった終わった。おいおい、瞬殺だよ。ベストを尽くします。たっぷりいじめて差し上げます。いじめられたいよ、ね、決めましょう。この瞬殺、もうおしまいなのですね。全然曲聞こえてこない。すごく嬉しいです。魔獣の攻撃やったんや、できるんやったっけ。
これ一回って何？ラビーを元に戻す。おはようございます先生。今日も一日お仕事頑張りましょう。あ、強化できない。ということはこれ以上は強化できないのか。一発強化ここまで。昨日はロゼと同じベッドで眠りました。二人は仲良し。ここだけの話、こっそりバストアップ体操。報酬。ありがとう。先生レベルアップ。ちょっと待って、カード上限がアップです。ありがとう。めっちゃ上げないとね。っていうのがわからん。これ何？いいなぁ。
ほど。ここで戦えばこれを確保できる。参りましょうか。お掃除もメイドの仕事ですからね。ねえ、いいか。かなものに裁きを。遊んであげるわ。やを頼む。さあ、こっからだ。あ、いいですね。クリティカルかな。マスケット銃。こっちをマスケット銃は。上限突破できるのか。この辺の強化も巧みにやっといた方がいいですよね。朝から先生と会えて嬉しいです。フォークロアのピックアップ召喚ですね。持ってない。いつものプレミアム召喚で行こう。よく来たな。運試しと行こうか。はっ、テンション上げて。お、なんか一つ金に化けた。ご指導お願いいたします。誰、なでしこだ。ポンちゃんだ。いいですね。セサール。セサールに化けたぞ。全部売ったらいくらになるかな。お、売るってこの花乙女を売るってこと。それはいけません。これですね。この花乙女は未開放とは開放する条件があります。おはようございます。パンクな朝ですね。パンク言うな。じゃあ寂しいんで衣装をあげよう。パンクな感じです。どこが、これのどこがパンクなんだ。召喚で獲得できるものなんだ。パンクな感じです。これほどパンクではない。パンクな感じです。これいいな。これいこう。ということで、ここまででしたいと思います。この花はこうなんだけど色を変えてみた。というわけで、ここまでですね。今コレクションなんかあるの。これか。これも
りですよね。はい、ということで、ラピスリーライツやっていきました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄にブログ、ツイッター、そしてラピスリーライツのプレイリストあります。これはぜひご覧ください。ツイッターのフォローもお願いします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。